極限を超えてみせる。修行の成果を見せる時だ。全身全霊で挑む。極限の拳で迎え撃つ。それじゃあ始めるか。オラオラ。ここまでか。おーす。これが極限流だ。お前の動きに雑念を感じた。戦いに集中できないようじゃ俺は倒せないぞ。よし、修行の成果を余すことなく発揮できた。いい腕だ。次に手合わせできる時を楽しみにしているぞ。極限流の師範として簡単に負けるわけにはいかないからな。この程度で音を上げるのか。修行が足りないぞ。この戦いでさらなる高みに上がれた気がするぜ。悪い、加減を誤った。救護班を呼んでくる。修行不足が如実に現れてるぞ。かえって鍛錬に勤しむことだな。今度はうちの道場で手合わせしよう。あんたなら歓迎だ。見事な技の冴えだ。うちの門下生にも直に見せてやりたいくらいだぜ。よーし、これでこそ極限流。次の試合も負けられん。極限流はいつでも入門歓迎だ。やる気があるならうちに来るといい。考えが甘いな。簡単にねじ伏せられるような極限流じゃないぜ。極限を超える一撃、これが極限流空手の真髄だ。強さは一朝一夕で身につくものじゃない。鍛錬から出直してこい。互いに全力を尽くしたいい勝負だった。手合わせ感謝する。いい勝負だった。最後まで諦めないあんたの闘志、感服したよ。まずはこの敗北を顧みろ。それから先は精進あるのみだ。本気でぶつかり合う試合ほど清々しいものはないな。手加減して勝てる相手じゃないからな。本気で行かせてもらったぞ。遊び気分で勝てるような極限流ではない。甘く見るな。